はい、ママさんお疲れ様です。お疲れ様です。なんで逃げるの？なんか今日は攻撃的なのちょっと。あ、そうなの。うん、あの今日ちょっと急なんですけど、いつもゆきまるくんがねスキンシップを撮ってる時の可愛い顔を撮りたい。なので今日ママさんがねゆきまるくんとスキンシップの撮ってる姿、どういうスキンシップを撮ったらいいかっていう姿をね実演していただきたいなと思いまして、いかがでしょうか。どうぞいつも通り変わらず、はいはい、じゃあまあちょっとゆきまるくんと基本のスキンシップ、ぎーちゃんもねその日によってほら気分が違うからね、うん、すごい乗ってくる時と、あ、なんかこう攻撃的な時と、はいはい、いろいろなんですよ、はいはい、それ見極めないと私も噛まれたりして嫌なんで。なるほど愛情が深い分ね、うん、やっぱそういうことしてくるんですよ彼は。へえ、それはちょっと僕の時はないからあれですね、不思議ですね。ほら喋ってるじゃない、うん、私が言ってることに対して反論してるのよ何か。あ、そうなの、うん、なんかママさんが悪いってこと。ほらあ、そう、俺だって疲れてんだよってそうかじゃあちょっとなんかスキンシップこういう時はどうしたらいいんですか。ピチャーン嫌がってます。今日はね、そういう日じゃないのかもしれない。まあでも基本はほら、あ、ほら羽の下撫でれって、うん、あーすごいですね、すごいですね、お尻フリフリ、お尻フリフリ、お尻、ここお尻なんですけど、はい、すごい、左右に、うん、なんて言ったらいい、めっちゃ動く、そう、可動式、骨がどうなってんだろう尻尾すごいよね、うん、フリフリできるよね。フリフリしてる、エビみたいだよね、エビのほら尻尾、うん、すごい。なんか今日はねほら乗ってこないでしょ私の手に、くちばしをね先に乗せるでしょ、うん、そういう時は怪しいんですよ。あなんかしようとしてんの、うん、だって本当に来たい時はもうすぐすんなり乗るもん手に。乗ってくる時はそのまま抱っこして撫でるような感じ。そう、くちばしはね結構ね、うん、あの嫌な時のサインが多いね。あ、そうなんだ、うん、目がかゆいからちょっと洗ってきますよ。はい、かゆいな今日、花粉飛んでるな今日、なんか目かゆいよね。ね、じゃあ私目が、私がですねスキンシップを取るときはこうやって両手で包み込むようにして撫でてあげることが多いですね。そうなんですか。この顔見てくださいよ、だんだんね傾いてかわいい、あの預けてきてるんですよ体重を。どうでもいいですけどパパさんのパーカー、はい、真っ白になってますねあら、じいちゃんの粉で死粉で、このままの調子でこうやってこう羽の下もなでなでしつつ、結構ね僕の時はスキンシップが安定していてなんかしてくるってこと身を委ねてるね。うん、あんまりパパさんに噛んだりしませんね。まあそうだね、パパさんの場合鬼になるのでちゃんと言いますからね怖いですからね。逆にママさんの場合はやっても許してくれるっていうなんか甘えがあるんじゃないって言ってるよ。ギーちゃんどう思う。ギーちゃんこの両手なでなでモードで、マイクにはね音入ってないんだけどね、なんだろう吐息がすごいキーとか言って、かわいい、本当にかわいい。ほらこの開く感じ白鳥みたいだねきーちゃん白鳥だって。いや結構ねこうやってスキンシップ取れるのすごいいいと思うんですよ、あの鳥さんをねこの両手でも触れるっていうの。
振りながらなぜかこうくちばしでね指先をこうつついてくるというか。ママさんにはこういうことしないの？うん。じゃあやっぱ人によって違うんですかね。そうじゃない？これやってると無限に時間が過ぎていく。これだけでもなんか気持ちいいんじゃない？うん。すごいよね、うん、この求め方が。すごいね。首がなんか長くなって首長族みたいだね。首長族。もう結構こうやってねお腹もね触ってこっそりマッサージしてるんですよ。もう全身モフモフで触られて嫌なとこ多分ない。そうですか。あ、羽が落ちた。まあね、こんな感じで僕はスキンシップをね取ってなでなでしてますね。そうなんですね。まあ、パパさんはね、あの鳥を飼って長いですから、いろんな鳥を。ママさんも長いんじゃないですか。いや、パパさんの方が長いでしょ。だってオカメちゃんとか。まあそうだね。オカメちゃんはね、自分で初めてペットショップ見た時にめっちゃ可愛いと思って買ったからね。うん。かわいいですね。ほらほらほら、これちょっと見てください。あ、やめちゃった。こんな、すごいですね。グリングリンだよ、ほら。うん、かわいいですね。どっから撮ってもかわいいですね、このお坊ちゃん。お坊ちゃん。あ、目に。おじいさんみたい。ということで、ママさんバージョン。一回ね、私めがモード移行させたので、ママさんでもすっかりね甘えていらっしゃいますね。どうですか、この体を預ける感じ。眠くなっちゃった。こういうねスキンシップの取り方いいと思うんですよ。なんかでもこうやって膨らんでるとなんかお花みたいだね。白い、白い花、花びらみたいじゃん、ほら羽が。羽がね、ゆきまるくんはね、そんなにこう羽をね自分でいじったりしないのかな。変になってるとこないよね。うん、あれなんか物足りない顔してんじゃん。ほら、ギーさん、羽、羽だよ。ほら、撫でてて、顎乗せてきてる。はい、カッパ。どうですか。私はいつもお尻触ってるからさ。ね。お尻フェチ。そう。全身をくまなく触ってあげるとすごい喜ぶね、ゆいちゃんは。あ、自分でやってる。自分で。だんだんね、セルフカキカキもプラスするからね。こうやってね、日頃のスキンシップはすごく大事だと思います。あの信頼関係もね、うん、こういうことでね、うん、あのできていくので。あ、特に毎日触れ合ってるとね。そう、積み重なるからね。本当はね、私一緒に寝たいのよ。うん、だけどほら潰しちゃったらねまずいでしょ。うん、まあ、ほら、赤星ちゃんみたいに小さくないから潰すってことないんだろうけど、うん、でも心配じゃん。ママさん寝相悪いからね。で、体重重いし、うん、いいんじゃないよ。だからね、本当は一緒に寝たいのね、ギーちゃんと。本当だって、ギーちゃんね、ギーちゃんだって、ギーちゃんだってさ、お布団あったかいからさ、本当はさ、ね、うん、だってあれなんだよ、布団でこうやって本当にこの人寝るんだよ。うん、あのベターってなって。へー、それは見たことないな。
この間やってた。ママさんにだけ見せる姿だな。でも鳥さんって不思議だよね。カゴの中でああやって寝てんだもんね。うん。はい。この動画が良かったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。じゃあねー。バイ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 。